中学受験のリスタート、たかしです。今日は2021、双葉の問題を持ってきました。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。こんな問題です。一辺の長さが10センチの正方形。そして、直径が10センチの円、4つ。これが図のように重なっています。斜線部分の面積を出してくださいっていうことだ。これ、なんか謎の公式みたいなの覚えてる人もいるんだけど、まともにやるんならこうです。4つ円があるんだよね。例えば1つ目、この円を考えてみようか。この円の面積は、この4つの部分の合計です。次、こっちの円も考えてみようか。この円の面積も、この4つの部分の合計です。そうすると、2つの円の面積を出すと、ここ重なってるの分かるよね。2回重なってますよ。次、この円見てみようか。この円も同じように考えていくと、この葉っぱが2回重なるよね。最後、4つ目の円を考えると、この4つの部分に分かるけど、葉っぱの部分がやっぱり重なっています。ということは、この真ん中の正方形に注目すると、この4つの円の重なりから、この正方形の面積を引けば、こんな風に変わっていきます。つまり、白く抜けた部分が0になって、重なった部分が1になるわけ。結局、この斜線部分の面積は、円4つから正方形を1つ引けば出てくるっていうことになるわけだ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。